さあ、こんにちは、山城と申します。さあ、今回はね、何をしようかというとですね、まあ、いろいろと中で取っていこうということでね、まあ、週末に取りだめてるわけなんですけど、まずはね、やはり腹は減っても戦はできるってことでね、なんか食べようかなということでね、まあ、もう買いだめしてあるやつなんですけどね、実はね、ちょっとコンビニで面白そうなものを見つけまして、まあ、よくペヤングやるじゃないですか、激辛系がよくやるんですけど、なんかね、こんなマシマシキャベツなんてもう売ってるんですね、今。ね、なんか、ペヤング超重い、大師匠重いんですけどね、マシマシキャベツ、まあ、ここね、大体ね、ペヤングさんはね、この手のやつやるときにはね、度が過ぎたことやりますからね、さ、果たしてどんなものになったかをね、ちょっとね、食べてってみようと思います。で、まあ、試しにね、比較にね、普通のやつも買ってみましたよ。ね、普通のね、大盛りとどれぐらいマシマシになっとるのかっていうのをね、見てみようということでね、早速ね、食べていきたいと思いますよ。これね、じゃあね、まあ、剥いていこうと思いますけどね。まず普通のやつから剥いていきましょうか。まあ、ぼっちなんでね、ね、まあ、一人でね、全部やらないといけませんから。さあ。まあ、でもこっちも十分キャベツ多いですよね。ペヤングさんって。ね、こんなの入ってますからね。これ水で膨らみますからね。うん。じゃあ、マシマシキャベツの方見ていきましょうか。ちょっと入れ物も、ああ、ちょっと色違います。こっちがね、キャベツ。マシマシな方ね。で、見てみると。おお、おお、でかい。なんでこれ。このさまにこれでしたもんね。おお、うお、よし、いいじゃないですか。まあまあ見てみましょうね。もしかしたらね、まあね、そんなにね、言うほど入れて水でふやかしたらね、言うほどかもしれませんからね。これすっげえな。すでに重たいですもんね。うん。うわー、なんじゃこれ。いや、なんかもうこの時点で、って感じですけど。いや。ちなみにソースとかは一緒ね。一緒ですよね。まあ、そりゃそうやね。うん。ね。うん。ふりかけもね、一緒ですよね。まあ、そりゃそうやわね。はい。じゃあ、早速お湯を入れてみましょう。ね。お湯入れてみましたけどね。いやー、あからさまにおかしいですね。普通に入れてこんな感じですよね。うん。こんな感じで。まあ、今、ふやかるのを待ってるわけですけど。しかね、あからさまに重さがおかしいですからね、水を含んでだんだんなんか、おう、おう、わお。ちなみになんか水やっぱ大量に使いますね。ね、お湯のメモリ量はね、820ml になってますけどね、考えてみたらこれで、ね、2個で 1640ml ね、使ってますから、1.5 リッター近く使ってますからね、そりゃね、ポットもね、一応水満タンにはしといたんですけどね、もうすっからかんですね、すごい。うん。あとこれ、考えてみたら超大盛り、二つ食わなかんのか、これ。ね、作っちまってから思い出しましたけど、これなかなかな重量ですね。ちなみに袋の大きさね、火薬の袋の大きさ、こんな感じね。うん。なんか、ちょっと、本当にやっちゃった感がなかなかすごいですね。まあでも、辛くはないですからね。で、ボリュームは多分間違いなくすごいボリュームやと思いますよ、これ。あとはソースが足りるのかなとか、ちょっと心配ですけどね。あんなキャベツありますからね。さてね、湯切りしてきましたけどね。なんか、雪切りの段階、まあ、ちょっとね、キッチンがね、うちね、もうぐっちゃぐっちゃのゴミ屋敷なんでね、ちょっとお移しできませんでしたけどね、あからさまになんか香りがおかしいですね。雪切りした時の雪切りの匂いが完全にキャベツ茹でた時の香りでしたからね、それしかしませんでしたからね。重さがあからさまが倍近くの重さがあるような感じがしますね。うわね、普通のペヤング作っていきましょうか。普通のペヤングはね、トントンしてなかった。これトントンしてからかな。おかしい、この音おかしい。まあ、ここにね、ソースかけてね、出来上がりですよ。まあ、ね、普通ですよね。かけて、で、まあ、混ぜて。ちょっと片手なんで混ぜにくいですけどね。うん。まあ、ちゃんとたっぷりありますよね。キャベツも入ってますよね。
問題はこれですよ。まずは御開帳から。こっちか。さあ。おぉ、うわ、なんじゃこれ、なんじゃこれ、うわ、うわー、うわ、えぐい、えぐい、なんかカレーライスみたいな、あの、割合になってますけどな。なんじゃこれ。ということで混ぜてみた。なんかあんま見た目あんまり変わらんかな。あれおかしいな。もっとなんかキャベツがドーンって感じるイメージだと思いますけど、これね、多分キャベツがね、そこに入っちゃってますね。かけて、スパイスもこれ一緒にしときゃいいのになと思うけど、まあいろいろとあるでしょうね、お好みが。まあこんな感じですね。これ言わんとわからない。こっちが普通のやつ、こっちがキャベツマシマシなんですけどね、外見はわかんないですけどね。これね、持ったらね、全然違いますからね、重さ。あの、こっちの方がめちゃくちゃ重たいですからね。しまったな、これ相当食うのタフやな。ってことでね、食っていこうと思います。まあ、でこれだけだときついんでね、一応ね、飲み物もね、まあ、あの、なんか新しく取った札幌缶チューハイでね、もうちょっとね、食いとやりながらね、まあ、真っ昼間ですけど、まあ、仕事もないし、まあ、出かける予定もないんでいいでしょう、ということで、いただきます。一応ね、食べてる動画は一応ノーカットはノーカットで出そうと思います。うん。一応本当に食べとるのかみたいなね、あれがね、言われるときませんのでね。いや、これ食えるのかな、思ってんのこれ。まあ味は美味しいですね。うん、まあ普通のと比べてみても、まあ味は変わらないですね。結局キャベツが麺に絡まってこないですからね。ただちょっとそこを触るとなんかすごいことになってますけどね。うわ、いや、いざキャベツ食べてみるとすごいキャベツですよ、これ。これは食べ応えありますね。食べました。ってことでね、もう後半ずっと無言で食べてましたけど、まあなんとか食べましたよと。で、結論から言うと、感想としてはね、まあ食べくれましてね、食べ比べた感想としては、味はそんなに変わらないですね。ちょっと薄くなるかなと思ったけど、そこまで薄くなるってことはなかったんですわ。あの、ね、キャベツの分薄くなるかなと思ったけど、まあ味は全然やっぱ美味しかったです。で、注意点としては、あの、普通のペヤングの超大盛りより、ちょっと量が増えるかなって、あの、そういう感覚でいくときついですね。1.5 倍ぐらいになるなっていうぐらいの、感覚的には、なりますね。まあ、キャベツなんで、後がきついとかそういうのは少ないですけどね。で、やっぱ、食べ方としては、早いうちからキャベツを食べながらやった方がいいですね。今、結構後半、キャベツがとごとって、キャベツだけ食っとるような感じでしたんで、まあでも、ね、健康的でいいんじゃないですか。普通に多分1個だけやったら私もね、わあ、お腹食ったわ、嫌ですけどね、うかつなことにね、2個作ってしまいましたんでね、さすがにね、これ、ペヤングの超大盛りの2個はね、厳しいですね。もういい年ですからね。ということでね、ごちそうさまでした。ということでね、この動画締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。